10月25日から千葉県はですね、はい、営業時間の制限がなくなるということなので、はい、次の月曜日、定休日なんで25日火曜日から、通常営業に戻ります。26からですね。26から、はい、普通にやります。月曜定休で、はい、セカンドは18時から、平日は、2時、勤労だけ3時、日曜日は1時、はい、はい、で料理もねちょこちょこ普通にちょっとずつ戻して、ね、普通に戻していこうかなと思ってます。はい、で一応本店とサード3号店も、はい、まあ、5時からやってますね。本店と3号店は5時から、平日が2時まで、1時まで、勤労が2時まで、祝日、日曜日が12時まで、はい、となっております。いや、よかったですね、とりあえず普通に営業できてね。いや、久々じゃないですか、深夜働くの。まあ、本店行きましたからね、まあ、からね、セカンドで深夜まで働くのは久しぶりだね、かなって思いますね。お祝いだもんな。お祝いですか。まあ、12月もできるといいね。12月一番こうね、そうですね、年末までちゃんとできるようになればいいなと思います。そうですね、そのところですかね。あんまりないです。はい、火曜日から通常営業に、はい、6時からやりますのでよろしくお願いします。お願いします。ついに被ってしまいましたね。何をですか。被ってしまいました、ついに。髪型ですか。服装変わりましたね。急、でも今日は被っちゃいました。今まで被んなかったのは一点はね、はい、ギリギリ被んなかったね。そう、うまい具合、うん、今日被っちゃいました。寒かったしね、今日。そうですね、これちょうどいいもんね。ちょうどよくない、これで被っちゃいましたね。今日は今から一緒に出るのめちゃめちゃ恥ずかしくないですか。深夜だったらいいじゃん、別に人いますからね。じゃあまださ、9時ぐらいでしょ、9時半ぐらい、同じ方向に歩くない、そう、同じ、いや、じゃあ同じ方向じゃ歩くの。しかもさ、こう目の前のさ、ガールズバーの女の子がさ、いっぱいいたよ、さっき。いや恥ずかしいです。全員に見られるよ。黒ですけどね、これはなんか、かぶってすぐバレますからね。同じじゃね、こいつらみたいな。嫌ですね。まあ、気配をね、消しながらやろうかなと思います。はい、じゃあ、おやすみなさい。